こんにちは、right. 皆様。ライブです。ディマ・ディミティリスが今回は入ってきていただいております。また、エルワールド・オエリアも入っています。 ブロックチェーンスポーツファウンダーパックまでの最後の2週間になりました。本日は素晴らしいコールにしたいと思います。あと数週間、うん、ですね。本当に素晴らしいエキサイティングな今、瞬間が蓄積されていっています。あと2週間です。エリアとエリア、会えて嬉しいです。皆様、こんにちは。 ディマさん、こんにちは。どうぞ元気ですかはい、皆様お会いできて嬉しいです、えー。皆様、参加できてありがとうございます。あとちょっと30秒ほど待ってみましょうか。えー、今、いろんな方が入っている最中みたいです。えー、どこにいらっしゃるかによって朝なのか、昼なのか、時間は皆様ちょっと異なると思いますけども、夜の方もいらっしゃいますね。 All right, good. ディーマ・ディミトリー、どこにいるんですかね私はベラルーシにいます。先週は、えー、サッカーのフェスティバルがあったんですね。えー、ゲームの方、サッカーゲームの方ホストいたしまして。 非常にエキサイティングな週でした。前回のコールの時なんですけれども、ニュース番組の方が放送してくれていて、レジェンドも来ているということで、チームのお紹介もしてくれていました。本当に素晴らしかったんです えー、皆様から素晴らしいアップデートのほうが今日あると思います。はい、えー。このブロックチェーンスポーツの今 T シャツ着ています。 えっと、s o m e b o スポーツの人ですね,ですねっていうして、何 <laughs>、えー、いや、ってらがよくわかってないけど、でも、あなたとこで働きたいよとかって言って、声をかけてもらったりとかするんですよ。テレビでも放映されたんで。素晴らしいですね。すねえー、それでは、皆様の、お、とこから話を始めましょうか。ええ、コミュニティのアップデート。 えー、本当に今、えー、ちょっとすぐに今、工事できないような情報もあると思うんですけれども、えー、素晴らしいことが今、起こっていると思います。 えー、ブロックチェーンのアタックコインもありますし、ブロックチェーンスポーツのエコシステムのこともあります。多くのことが今始まっていると思いますので、えー、このコールの方を始めて、えー、その後にパワーポイントで用意しているプレゼンテーションの方も使って話をしていただけたらというふうふにして思います。Thank you, Jeremy.Hello, everyone. シェーミン、ありがとうございます。毎日、もう先月も、その前も、素晴らしい話がどんどん入ってきております。今、and, uh, you know bad, 公に上司しようとやっています。Uh, for, uh, 今、パブリックマーケットに上司するということでやっています。 ティアンで始めるということで、いくつかの T ティアンということで承認をもらうということになっておりますので、9月には私たちの方で上司の方いたします。そして上場するということになります。この週からために私たちは2年も準備をしてきたわけですね。そして多くの人たちが私たちについてきてくださいました。 私たちのブラック・ブロック・チェーンということで大きな力を今持っています。もうすでにですね、300万のトランスアクションがあり、そして5000万の。 えーえー、人たちが今、えー、5000万のトランサクションということでどんどん伸びていって,てるですね、えーでえー。サッカープレーヤーも今6つのコンタクトの方が結ばれました。ハイレベルのリーグでです。えー あと12人のプレーヤーが今ベーー、えー、ベラルーシの方に、ベラルーシの方からまたブラジルというふうなことでトランスファーされます。夏、冬というふうなことだけでも20人の選手がトランスファーされることになります。そしてスポーツ省の方も、えーまあ、ブラジルの方になりますけれども。

書類<ペー>化が必要になりますけれども、同意の方ができているの、ねまあビザがなくても入れるようにというふうなことでもやっていっています。<ペー>そしてもう一つ、e スポーツチャンピオンシップの準備をしております。 これは昨日ですね、Zoom の会議の方をしたんですけれども、サウジア,アラビアの人たちとです。もうすでにこれはファイナンシャルモデルということで、コラボレーションができるようにとやっております。そしてサウジア,アラビアの方で承認をしてくれました。 彼らと契約をしました。ですから8月の23から25日までイベントを行います。ワールドチャンピオンということでリアルで行うことになっております。まあ、公にやりたいと公式的に。 メインのスタジオでやるということです。まず2つの契約の方にサインをし、こちらの方はモータースポーツ系の方もあります。そしてその後アカデミーの方も準備するということになります。これはサウジア,アラビアの方でで2034年にワールドカップの方が。 えー、の予定をしているので、えー、あと10年ほどあるわけなんですけれども。 彼らカイダは若い選手を10人か70人ぐらいサウジアラビアに連れてきて、そのためにトレーニングをしたいというふうにして思っています。そのためにはデジタルライズがされるような技術、そしてブロックチェーンスポーツ、す、ま、で、あ、にあるんですけども、そういったもので始めたいということなんですね。で、次のステップということで、まあ、公式的にプロモーションしてやっていくと。 When we go to public そして、so、<we> 9月に <very huge S 2> 私たちの方が上場するときには。Uh, like, how, how データということで一緒にやっていくということです。中東サウジアラビアの方での同意をして、エージェンシーの方が私たちの方をサポートしてくれるということになっています。サウジアラビアとサインをいたしましたら次はカタールと契約をしようと思っています。 えー、ベラルーシの方でイベントの方がありますけれども、ママリリリ今いくつでしたっけ 外交,の外交官の人たたちがスタジオに来ててチェックしてましまよね yes, 外交官の方々がオフィスだけじゃなくて、スタジアムにも来てチェックをしていました。ですから、中東から非常に注目が集まっているんです。どのようにして、この地域に広げていくのかということで考えています。 サッカーでは非常に大きな計画になっていってます、えー。そしてこういった PR の方を今やってるんですけれども、これも大きなコミュニティそして大きなあ、まあ、投資家ということで、えー、この国に入ってきています。非常にエキサイティグなことです、えー。本当に素晴らしいことが先週起こりまして、先週、 私は本当にこのよまでやってきたことの結果を身をもって感じました。本当にこの何年も休日も通り、週末もなく、働いて働いてっていう形だったんですね。でもそういった努力の中で、やっと結果が目に見えるようになりました。まあ、全て私のチームがどう考えているかということを今全て説明することはできないんですけれども。 毎日起こっていること、一つの技術が終わり、次の技術、そして、えー、また次が始まり、そしてお互いが結び付き合うというで。私たちの開発者がもう既にやってくれて、過去にやってくれたものがまたさらに結びつくというふうな形で広がっていってですね。えー、ジェミン2年前のこと覚えてますでしょうか Right、now, その時はですね、this, まだなんか。This, this 全然形になっていなかったんですけれども、えー、月に行けるかなって話をしていたら、こんなふうにしてロケットに乗れることになったんですよ。あのパリにいたんですね。その時にディミトリもそこにいたんですけれども、パリのプリオリンピックということであの、パリでのオリンピックの前を祝っていたんですけれども、そこでブロックチェーンプロジェクトがあり。 ブロックチェーンスポーツが一体どういうことをしているのかということをみんなで話していたんです。そしてこのプロジェクトの素晴らしいところは、新しい何かをしていくということ、これまでになかったものを可能にするというビジョンです。本当に不可能だと思われていたことを。 行っていいくというこのプロジェクト私たちは今までやっ,てことや,ってやったことがなかったことを始めるというそして可能なことを夢見てそしてそれを現実のものにしていくということです。もちろんこれには倫理観ですとかコミットメントが必要になります。 私たちは非常にエキサイティングなんです。この最後の2つの二週間プッシュしたいと思います。このファウンダーをファウンダーズパッケージの方。そして非常にエキサイティングなプロモーションの時期がやってきます。9月に一度この上場いたしましたら、上司いたしましたら、マーケットがオープンになって、 プロジェクトが進み、ライブになって、エクスチェンジが可能になっていくわけです。このブロックチェーンスポーツは本当に大きなものなんですね。私たちのロードマップが12月に終わるということでありますけれども。 サウジアラビアの政府が私たちをプッシュして信じて、より早くやってほしいと言ってるんですね。ハードウェア、ソフトウェアの開発が終わったら、私たちは明日からテストを始める予定になっています。システムの方をインテグレートする必要があり、そして100%完全な技術ということで行います。

今開発しているところなんですけども、チームはどんどん大きくなっています。Can you can can you show sealed え、シーされている。これはインタビューの時にディミトリーが明日着く着る服です。あと今。 もっと作られてるんですけどもリペント用のものです。あっちの方にもかかってますよね。このようにして、プリンターがありまして、そして2万5千のユニットが今、私たちのところに来ています。 えー、このセンサーが中心となって動く、えー、わけなんですけどもこれは今まで見たことがないようになります技術に関しましては特許を取っております。三、えー、つの異なるうー、えー、ものが用,意スーツが用意されています。 はこの本当に歩いてたスーパーヒーローみたいな感じですねこれ一つのフロアなんですよで上にもフロアがあるんですけれども今見せているのはこの一つのフロアだけで上にはラボもあるラボもあります。 えー、もうでもみんなあ止まりません。週に7日か働いています、うんえーで。みんな10時ぐらいまではあの働いているんですよ。でももちろんあの強制的によろしくまで毎日働いているわけじゃありません。自ら自主的に皆さんあのそうしているんです。<laughs> アイアンメンがやってきそうですよね。Dimitri, can you ask our developer show gloves and shoes that we l r e a d ののほ、えー、開発ししたととと思ううんんですすけどもどももなあー靴なのかかいうことを説明してもらえますかちょっと見せていいたただきたいんですけどちょっと待ってください。 あ、オッケー、オッケー、ええ。この人はじゃスーツを身につけるんですね。あ、ちょっと待ってください。テストをしている、う、で、上の階にあるみたいなんです。ここの階にないんです。えー、彼らに、ちょっと貸してくれっていうふうに、じゃ話をしてもらえますか。え、わかりました。ちょっと待ってくださいね。チャーチューレミーさん。you feel everything you saw everything guys、uh,。we are in in in, in final destination。 これ最終的にはどこに着地しようと思ってるんですかね。えー、来月になったらもう上場するということです。まあ言葉はいらないのかもしれませんけれども、本当に私たちにとっては大きな大きなイベントになりますよね。えす、ー、べて私たちがこれをやる私たちのものになります。何て言えばいいんでしょう。あ靴がありました。 これセンサーが入っているんですね。この中に埋め込まれています。トラッキングシステムのほうが、これスマートシューズということであります。これもちろん本物のフットボール、サッカーシューズです。で、ハンドメイドで作られています。私たちのハンドメイドで,ハンドメイドで作られている靴です。 いくつかの詳細の方に関しましては話し合いをしえそして詳細について話し合い、えれをいえ人そしていンサーそを入てれをてって、れていう人たちとって、れいとれは もう本当に私はあエキサイティングなんですね。もうボールを蹴,蹴りたいです、早く。<laughs> サウジアラビアの方々と動揺したんですけれども、このイベントで。<laughs> えー まあ、靴とかグローブとかを一緒にして、えー、そしてバー,チャルで、えー、バーチャルリアリティでボールをキックして、えー、で5分後にはもうこの,、えー、この現実として感じることができるわけです。す、え、べ、ー、てのムーブメントが本当に感じられるというものになります。本当に素晴らしいものなんです。 I'll get the glove at the moment. So yeah, I'll show you. When you put that on this week, <laughs> it's gonna yes, be exciting. Guys. Awesome, hey exciting awesome. Well, guys, ]ですね。great job. I mean, congratulations, all. It's absolutely. えー、本当に、えー、この世界にこれを紹介できるということは本当に素晴らしいことだと思います。えー、こういった結果が実際に私たちが努力した結果に出たということも、えー、素晴らしいことだと思います。本当に言葉になりません、どれだけ素晴らしいかということが。<laughs> その通りです、皆様、えー、今、ブラジルから外交官の人たちがまた来ることになっているんですね。 会社の方を見に来ますなぜかというと、政府と契約の方を結ばなければいけないので、全体のキャパシティがどういったものであるのか開、開発者が何人ぐらいいるのか、どういったオフィスなのかということで、実際に見に来てくれます。このブロックチェーンスポーツということで、非常に大きな書類化をしなければなりません。しかし、これは本当に大きな、同時に機会でもあるわけです。 私たちはその国際的にまあ同意ができるような書類を作ることになっています。<laughs> ブロックチェーンということで、マケンザ。 えー、プロモーションをしていますえー、今日、明日というような形で,、えー、で、どんな人がいて、えー、どういったレベルなのか、今、私たちのビルもあれやって、スキルもたくさん立ててるんですよ。 ああ、そして、六人の契約をもうすでに結んだって言ってましたよね。サッカーの選手の。えー、どのようにしてこの移籍が始まってるのか。えー、どのようにして。やったのか、そしていつからかとか、日にちとか教えていただけますか。イエス、ああ、コンタクト、エロレディス。 契約はもうすでにサインしています。これは来週からオフィシャルなものになりまして、フットボールクラブでそれぞれの選手がサインしているものになります。ですから、ペイメントホームの方は9月からと言なれます。このトランスファーに関しましては9月からリーチすることになります。最初のロイヤリティは、 このフットボーレーやからということはリミットレスの方に入ってきます。今、ちょっと具体的な数字は言えないんですけど、もなぜかと詳細がどういう風にチームがサポートしてるのかっていうことが今のこの時点では分かってないからです。 yeah i think it doesn't matter the amount because we didn't expect it in summer i was thinking fall is i mean winter when there's a first gonna be h a p p i n g yes yes it's just to 大きな数字では最初はないということでもいいです私冬から始まると思ってたのでこんなに早く始まるんですねそうです right that's amazing 素晴らしいですね <laughs> ディーマさん、素晴らしい日をお過ごしください。これからも頑張っていきましょう。今月も素晴らしい月になると思います。ありがとうございます。じゃあまたお話しいたしましょう。グローブはどこになるんですかあこれです。センサーがあってこれは光でトラッキングを取るものになります。 The others are こちらの方うがいいです、ね。私のほういいです。私のほーーうがいいです。のほいいです。私のほうがいいです。私のほうがいいです。のほいです。私のほうがいいです。私のほうがいいです。私のほがいいです。私のほうがいいです。のいいす。のほうがいいでのほうがいいです。のほがいいです。のほうがいいです。私のうがいいでいいす。私のす。

父親と一緒に、えー、このテーブルの上に、えー、プラスチックのサッカーの選手が棒についてて揺らして、えー、ゲームをするっていうのを小さい時父親と一緒にやってたんですね。それが今持ってください。バーチャルの ゴーグルをつけてグラブとサッカーのシューズをセンサー付きのものをつけてやるんですよ。自分の子供の時から比べたらすごく変わったゲームになってますよね。ありがとうございます。ありがとうございます。 ね、本当にアメイジングですよね。みんな、あこのコアンダースパッケージを買った皆様、このあと残りの2週間です。私たちはこのプロジェクトの一部になるわけです。 うん、この私たちの、えー、仕事が9月から本当の本物になるわけです。えー、ファウンダースパッケージを買って、えー、この NFT なんですけども、えー、そして9月に、えー、全てのライブラリメディアライブラリーの方が始まります。えー、またあ、アトラコ為イの方もライブになりますし、VR の方もそうです。 えー、そして、プロモーションをし、広告をして、メッセージを世界に出すことになります。このプロジェクトについてです。本当にエキサイティングなものになります。えー、アチャコインだけが1日目からあ もうライブになるエクスチェンジできるというふうになるこれだけでも本当に大きなディールだと思いますえその通りですねジェミーこれはあ本当にプロジェクトが今から動いていくということで本当に素晴らしい大きなことだと思います

今、みんなで、えー、強い、えー、まあ、プロジェクトということで、9000万という、えー、クローズになる予定をしています。<や>ジェレミーさん、ちょっと音,音が途中で切れてしまいましたね。ちょっと固まってしまったんですかね。 ジェネミさん、途中から声が全然聞こえなくなりました。<laughs> はい私たちのゴールですけども、えー 9000万、6月20日から8月まででということで目標にしておりました。で、あと2週間、時間が残っております。100万のパッケージの方を追加しました。なぜかというと、売り切れになってしまったからですね。そして今、このモメンタムがあります。そして、素晴らしい機会に皆様のためになるわけです。 ファウンダーズバケット9000万ドルのものですけれども6月1日から8月まで8月16日までですねえこちらの方は本当にエクスクルー地味であちらファウンダーズのノートということになります。 えー、皆様のノードの方がバリエーションで、えー、ブロックシェーンのトランサクションで使うということになります。本当にメジャーな、ね、<ー>やり方で、こちらの方は大きなアスメントの方を。 やっってていいいきたいと思っていますえまあ細かいところの話になりますけれども素晴らしいものが知っている方もいらっしゃると思いますけれどもえいろんなことを今まで実行し完成してきました、えー、このブロックチェーンのスポーツのチームもそうですしマーケットプレイスもそうですし NFT のマーケットプレイスもそうですしまたアクティブなえトランスファーもヨーロッパのお クラブでやっております500以上のサッカープレーヤーがフットボーラーとしてブラジルのアカデミーに参加し、ヨーロッパ、ミドル、中東、日本でも大きな変化が今生まれてきています。本当に素晴らしいんですね。言い出したらもう全然きりがないんですけれども、チームの方が開発したのは、レイヤー1のブロックチェーンになります。 多くの人がこれは無理だというふうにして言ってたんですけども、でもこれをテストの方をライブでしています。2024年の5月から最初の60のポジショニングが行われ、世界のスポーツの中に、e スポーツの中に入ってきます。ロンチの方は9月ということになります。 えーえー、3 5 0万5千人の人たちがすでにファウンダーズのおおお購入をしてくださっています。えー、このファウンダーズパークなんですけども、ロイヤリティが入っておりまして、えー、ノードの数が倍にできるものになります。えー、このファンダーズパク ファウンダーズパッケージは議会として8月16日までになります。ですから、あと2週間までということになります。ただ、ノードのプロモパックの方は延長されています。プロモーションのパックの方は8月16日までなんですけれども、このノードパッケージの方に関しましては、どんどん次は値段が上がっていくことになります。 ですから、あと7日間はこのままの値段です。そしてその後はまた値段の方が上がっていくということになります。ノードパックの方はロイヤリティがリアルワールドプロジェクトでは入っていません。これは 価値を最大化するように設計されているものになります。ノードパッケージはデジタルリバードを最大化、このプロジェクトの中でするためのものということになります。みんながこれを利点、まあ、だと思って利用してくださったという印象は思います。えー、アッチャーコインですけれども。 この1億ですね、えー、が今チャンピオンプールということで入っています。えー、この1億がレジェンドプールということで入っておりまして、えー、これはあ。 ランクをレジェンドというふうにして実装していただいたらこれらがプールとなって新しい機会ということになります新しいプロモーションの方もライブになります新しいチャンピオンレベルに8月16日に到達してくださったらその時に シェアを倍で得ることになります。レジェンドプールの方にも関しては、100万ごとに、ボリュームが100万ごとに、6月20日から8月16日までで、追加的なボーナスシェアがレジェンドプールに入ることになります。 エージェントということで、さらにプラスしたボーナスが入るわけです。これが1億トークンプールに入ってくるわけです。ですから、最初の9十日間でこれはローンチされ、プロジェクトをアンロックすることになります。 また、維持をするために追加的ない要件というものが入ってきます。6月20日から8月16日まで、エクリティ・ボーナスプールの方が次のプロジェクトとして、 シェアとしてて入ってきますこれは次のプロジェクトですが新しい500万のボリュームが6月20日から8月16日でエクイティーボーナスプールとして次のプロジェクトとして90時間新しく入ってきます。ですからこのステ スタープロモを出して5000のパーソナルディファレルをします。このプロモーションの方はリセットいたしますので UTC の時間で夜の6時。 から始まりまりす5つのライジングスターのシェアが得ることができます。そしてこのノードの方はバリデーションリワードを含みます50。50%ルールのトルールの でえー、それぞれ5000でボリュームでクオリフィケーションがあります。多くの,このプロモーションということで行います。えー、このアトラコインの方が、えーまあ、素晴らしいものになるはずです。えー、そして、えー、プライスの方も8月1日までに10%上昇。また今、 11万1000のものが3つの異なるパッケージになっています。このエクサイティックなパッケージになりますけれども、モータースポーツ、XR 技術、そして大きなスポーツーシップというものが今、議論をしております。モータースポーツ、また、XR テクノロジーということの話をしています。 ですからこのプロジェクトの方はディールの方を XR テクノロジーということで準備しております。ディーダーシップのイベントですけれども、皆様がこれはコリファイアされているというものになります。あと最後の2週間残っていますけれども、これは。 1000万のクオリフィケーションボリュームになります。イベントの方は春から夏2025年に行われます。これは特別なリバードでして、メンバーでボリュームをブロックチェーンスポーツでクオリファイされた方々がさらにプロモーションの方を延長させていき次のプロジェクトということになります。あまり詳細ににつついいてては将来のことについて 今ここで話をいたしませんけれども、えー、このイベントのために承認していた承認を受けていただいたと思います。このプロモーションもブロックチェーンスポーツの間にやっている間にです、えー。これは素晴らしい。 トップリーダーがコミュニティの中にいてやっています。ブロックチェーンスポーツのメディアライブラリーの方もライブになります。これは皆様のバックオフィスで見ることができるものです。これには同意がファンディングメーバーとありました。同意アリティを受け取るということで、コミュニティとして えー、実際に NFT を購入し、えー、そしてそれをプロモートし、マーケティングしということで行っています。コミュニティとしては、 このプロジェクトは大きなプッシュになるうです。このメディアライブラリーの方は皆様のバックオフィスの方で提供いたします。コンテンツの方がありますので、ソーシャルメディアですとか、そういったものでシェアをしていただいても大丈夫です。そうすることによって何かに起こっているかということを分かっていただけるかと思います。ブレーキージプールは1分ごとのシェアになりますけれども、 また、レジェンドのクオリファイアも受け取ることになります。ATL コインの方がプールとされておりまして、またボーナスプールというものが、次のプロジェクトのためにこのシェアとして置くことになります。 これ、ラスベガスのイベントですが、2024年間もなくですね、8月17日に行います。これは、リミットレス 2024.com 2024. ということになっておりますので、皆様、チーム、カンパニーが私たちのムーブメントを見ていただきたいと思います。 これ絶対に見逃さないでください。オーガスト17ということで、8月17日ですね、ラスベガスでイベントの方を行います。あと2週間残っておりますので、スプラッシュエクサイティングのことがラスベガスでも待っております。100%そうでしょうね。私、いつもこのウェブサイトの方をチェックしています。 あと13日と23時間残っています。2週間以内ですね。もうあと2週間も残っていないです。そして9000万のプロジェクトもあり、こちらの方を50まで今パスしてるんですよね。ですからあと2週間。 最後にやっていきたいと思います。あと残り13日間ですね。はい、これは9月にこの上司、上場されることになっております。皆様にとって非常にエキサイティングなことだと思います。 To go live. まあ、あと、後戻りはできません。GoLive になってからえパッケージの方を買いたいと言っても、<the> それは無理な話になってしまいます。ですから、えー、昨日と今日というのを考えた時に、昨日は戻せませんので、 今日買ってください。私はこれは実際に何回もやったことな,んで,いいなんですけれども。明日やればいいわって思ってるかもしれないんですけれども、明日はまた今日と同じ日になってしまいます。ですから今日が本当にやるべき日なんです。もうあと14日間もないので。 で完了したら私たちの仕事としてはまたええ継続する私たちがプロモーションをする私たちがインフルエンサーとなるわけですサッカー選手ですとかすべての人に対してのプロモーションをして私たち自身がインフルエンサーとなるわけですは いつプロモーションをするんですかという,ふうにして質問が来ていますね。ソーシャルメディアでプロモーションを始めることになります。来月から始めます。これから数週間の方に関しましては、様々なノイズをソーシャルネットワークから、サッカー選手やレジェンドから聞くことになるかと思います。Go ahead, h a a なお、それ、yeah, まあ、がね、あスで、私のニュースで、私のニュースま私のニュースで、私のニュースで、私のニがースで、私のニュ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 ーのニュースが私のニュースで、私のニスで、私のニにも、えースで、私のニュースで、私のニュースしいアナウンスメントのニュスのののニュースで、私のニュースで、私スの あ次々とやってくると思いますジェネミこのスライドでプロモーションの話もありましたよねあと三時間ですかね デプロイの方ができたら、そこから私たちの方にメッセージが出てくるわけですよね。えー、ですから皆様が、えー、この五千、えー、ドルのコリフィケーションというものを理解していけることになると思います。ライズインクスタートというのは二、えー、つのノードを、えー、それぞれのシェアで得ることができます。ですからミーティングが、えー 私はここで見ると、私はここで見るいこると、私こで見ると、私はこ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 見ると、私はここで見ると、私はこで見ると、私はここ見ると、私はここで見ると、私はで見ると、私 それぞれのノードの方が重要なこととして買うかプロモーションで受け取るか分からないんですけど、このノードというのが非常に重要なんですね。すべての情報というのがブロックチェーンスポーツを通してということになります。そしてコインがミーティングされるわけです。ズームコールやまたテクニカルな説明、インストラクション、またトレーニング。 ブロックチェーンとして、そして実際にはもっと興味深いことがこれからも話がやってくるかと思います。ブロックチェーンスポーツに関してテキストですとか、向こうで考えなければいけないわけですね。 また私のコミュニティに対してもトレーニングまた教育をするということが必要になりますのでこれは Zoom などで行うかなというふうにしは思っています。非常にエキサイティングなことです。この NFT のセールスの方に関しましてはまた終了はしておりますけれどもこのミディアムプラットフォームから 技術的なものを構築していきます。そして、コインをミーティングさせて行っていくわけです。 あと、移行の方もしなければいけないですね。えー、そして、えー、メタバースとかどういうふうにして動くのかとか、そういうことも分かっていかなければいけませんが、チュートリアルがありますので、非常に分かりやすいものになっています。えー、そして最初は英語なんですけども、あの他の言語にも全部訳されて、チュートリアルが出てくるようになります。 もう一回コールをする必要がありますか。アナウンスの前にもう一度、このようなコールをすべきですか。いや、わか。I guess we are not。yeah, y e 同じことを考えていました。来週もう一回コールをして、またお祝いをしていきたいと思います。なぜかというと、これは本当に最も大きなものなので、プッシュをしていきたいと思います。もうほぼ。 半分以上到達してるんですけれども、今さ、今、この日、この時間にやっていくべきだと思います。パーフェクトなこの瞬間に、えー、ちゃんと進めていかなければいけないと思います。 よろしい,いでしょうか今日はちょっと早めですけど終わ <Yep. S 2> ればと思います。舞台のディミトリーまたありがとうございます。あとジェレミーまた今夜お会いしましょう。<Yes. S 2> 空港でありがとうございます。Day, weeks, そうしたあと2週間ですね、皆様あお会いするの楽しみにしております。